今日はお母さんに喜んでもらうためにチーズたっぷりのカルボナーラを作りました。いっぱい作ったので食べてくださいね。ええ。長男曰く本当にまずくて食べられたものじゃないという長男嫁が作った料理。私はまだ食べたことがなかったし、一生懸命作ってくれたんだから残さず食べよう。そう思っていた。しかし、他の人たちのパスタは普通なのに、私のパスタだけ、少し鼻にくる匂いがした。料理が下手だとはいえ、腐っているのはわかるはず。もしかして、わざと腐ったものを出したのか？それに、よく見ると、溶けたチーズに白い異物がついていた。ごめんなさい。フォークを落としちゃったから、新しいのをもらってもいいかしら。はい、わかりました。一瞬、私のことを睨みつけるような目で見てきた長男嫁は、席を立ち、キッチンへ新しいフォークを取りに行った。私のパスタだけ、普通とは違う違和感を感じたから、とっさに長男嫁のパスタとすり替えた。戻ってきた長男嫁は、自分のパスタを一口食べた瞬間、おえつを始めた。うえ！そのまま白目を向いて倒れてしまい、救急車を呼ぶ騒ぎに。もし私が食べていたら、命が危なかったのは私。やはり、長男嫁が用意したパスタは、何かの異物が仕込まれていたのだ。ありえない。この女には、常識はないのか。私に食中毒を起こさせようとしていたのかもしれない。もしかしたら、殺すつもりだったのかも。その瞬間、背筋がゾッとし、全身に鳥肌が立ったが、このまま終わらせるつもりはない。私は、ある人たちに連絡をし、すぐに病院へ向かった。私は、田舎で夫と生活しながら、専業主婦をしている68歳。私には二人の息子がいて、大学を卒業した息子二人は、都内の大企業で仕事をしている。立派に育ってくれた二人のことは本当に自慢の息子たちだと思っていたし、私たちも楽しい老後を過ごすことができていた。そんなある日、長男から連絡があった。もしもし、俺結婚することになったんだよね。今度挨拶に行くから予定空けておいてね。長男はすでに30歳になっていたからそろそろ結婚するとは思っていたが、実際に結婚の連絡を受けると、嬉しい気持ちと、寂しい気持ちとで、不思議な感覚だった。もちろん、結婚というのはおめでたいことだが、本当に私たちの手元から離れて、新しい家族を築いていくんだ、と思うと、寂しい気持ちもあった。しかし、長男が選んだ婚約者とは、仲良くしようと、夫婦で話し合っていたし、結婚の挨拶を楽しみにしていた。アミと言います。今後ともよろしくお願いします。長男の婚約者は本当に礼儀正しくて、義理の娘としてこれからもいい関係を築けていけそう。そう心から思うことができた。私たち夫婦が空気が重たくならないように気を使っていたからか、すぐに打ち解けることができ、そのまま夕食を家で食べることに。好き嫌いはないと言っていたので、私は長男の好きなものを作り、普段よりも豪華な夕食となった。うん。やっぱり母さんの手料理は本当にうまいな。この味が食べられなくなるのは少し寂しいな。彼女とはいい関係を築いていきたかったので、ここまで私の料理を褒める長男の姿を見て、少し心配だったが、彼女も長男と同じように私の料理を褒めながら食べてくれた。本当にいい子を選んだな、と思うことができ、その日は笑顔で挨拶を終えることができた。それから結婚式も挙げて幸せな生活を送っていた二人は、月に一度のペースでうちに来てくれ、彼女との親交も深くなっていき、私は家族の一員のように接することができた。しかし、そう思っていたのは、もしかしたら私だけかもしれないと、最近になって気づき始めた。というのも、
うちに遊びに来る彼女の夫や長男に対する態度と私に対する態度が明らかに違っていたのだ。これ作り置きしておいたからよかったら持って帰って。あなたたちは共働きで時間もないだろうから。はあ、どうも。この前あなたが好きって言っていた肉じゃがよ、今回もいい感じの味付けになったから。はい、ありがとうございます。帰る時にいただいていくので。結婚してすぐ彼女がうちに遊びに来てくれた時に本当に美味しいと絶賛してくれた肉じゃがを作ったが、彼女の反応はいまいち。もしかしたら余計なお世話なのかもしれないと思い、長男に相談したことがあったが、共働きで二人とも忙しく外食に行くことが多いから助かると言ってくれていた。それなのにどうしてこんなに冷たい態度を取られるのだろうと不思議に思っていたが、あまり気にしないように努めた。しかしうちに遊びに来る回数を重ねるごとに、彼女の態度はだんだんとあからさまになっていったのだ。あの、この前いただいた肉じゃがなんですけど、味が濃かったですよ。それに肉も硬かったですし、正直言って美味しくなかったです。え、そうだったの？一応健康を気遣って塩分少なめで作ったはずなんだけど。料理が得意とか言ってるくせに舌が麻痺し始めてるんじゃないですか。あの肉じゃがは食べられないから捨てることになって、結局外食に行って時間もお金も無駄になったんですよ。余計なお世話って言うんですよ。正直言って迷惑でした。ごめんなさい。長男からは毎度のように感謝のメッセージが届いていたし、うちに遊びに来るたびに料理の感想を聞かせてくれていた。私はてっきり美味しく食べていたのかと思っていたから、この発言にはびっくりした。面と向かって自分の料理を否定されたのは初めてで、正直言ってかなり傷ついたし、心が締め付けられるような感覚でため息が出た。もしかしたら長男が気を使って私にそう言ってくれているだけなのかもしれないが、長男だけでなく次男や私の夫も料理を絶賛してくれているから、毎回捨てているとは考えづらい。もしかしたら長男嫁が私の料理を嫌って捨てているだけなのではないかと思ったが、証拠もない状態でそんなことを言ったら彼女に何て言われるかわからない。私はモヤモヤした気持ちを抱えたまま何もすることができなかった。そしてその日の夜、次の日は長男も長男嫁も仕事が休みだから、うちに夜ご飯を食べに来ることになった。私も手伝いますよ。長男嫁はそう言うと私についてくる形で台所へ。なんだか二人で気まずかったが、慣れない手つきで私のサポートをしてくれる様子は悪い子じゃないんだろうと思うことができた。それから二人で夕食を作り、味付けは私が担当したが、いつも以上に豪華な食事ができた。しかし一口食べた長男は険しい顔をした。あれ、塩を入れすぎてる。かなりしょっぱいんだけど。え、嘘。味付けはちゃんとやったし、しょっぱいはずはないのだが、長男だけでなく夫も一口食べた後顔をしかめた。味見をしたのにおかしいと思い、私も一口食べると二人の言った通りしょっぱくて食べられたもんじゃなかった。これじゃ食べられませんね。私が作ったらこんなことにはならなかったのに。こんなんだったら私に味付けを任せてくれればよかったんですよ。ニヤニヤしながら私にそう言い放つ彼女の姿を見た瞬間、私の頭の中に嫌な考えがよぎった。最後の最後まで鍋を見てくれていたのは彼女。もしかしたら嫌がらせで大量の塩を入れたのではないか。しかし証拠がないから責めるわけにもいかないし、私にはどうすることもできない。せっかく頑張って作った料理を台無しにされて、心の底からムカついたし、今にも怒鳴ってやりたい気分だったが、なんとか気持ちを抑えた。その日は長男嫁が勝ち誇った顔をしていたが、私はどうしても腑に落ちなかった。
それから一週間が経ったある日、私たち夫婦は長男夫婦の家に呼び出された。いつも遊びに来てもらってばっかりだったから、たまには私たちに遊びに来てほしいとのことだった。私も夫も暇だったので、日程を決めて長男宅にお邪魔することに。すると長男嫁が迎え入れてくれた。わざわざありがとうございます。もうお昼ですし、お腹空きませんか？朝から何も食べてないから結構空いてるわ。このままご飯でも食べに行く？私が作るんで任せてください。今日はお母さんが大好きなカルボナーラなんで。長男嫁は張り切りながらそう言ってくれたので、私たちは彼女の好意に甘えることにした。しかし彼女の手料理を待っている間、長男が難色を示しながら私たちに話をしてきた。彼女の料理なんだけどさ、あまり期待しない方がいいからね。料理が得意じゃなくて、だけどプライドは高いから。この長男の言葉を聞いて私はピンときた。今まで私の料理に文句をつけてきたり、大量の塩を入れて味をおかしくさせたり、嫌がらせとも取れるような行為をしてきたのは、すべて自分がうまく料理を作れないのが原因だったのだ。すべての線がつながったこの瞬間、私の心の中には怒りの感情が湧いてきたが、同時に少し呆れてしまった。だったら素直に料理を教えてくれと言ってくれればよかったのだ。どうしてこんな回りくどいことしかできないんだろう。と少し考えていると、長男嫁からお呼びがかかった。今日はお母さんの好物、カルボナーラです。自信作なので、残さず食べてくださいね。そこには、普通に美味しそうなカルボナーラが並べられており、長男が言うほどまずそうには見えなかった。丁寧に一皿ずつ全員に配ってくれていたので、私が席に着こうとすると、あ、お母さんの席はこっちですよ。私が座ろうとすると、長男嫁は隣の席に移動させてきた。別にどこに座っても同じではないか。と思ったが、私たちは全員椅子に座り、長男嫁の作った自信作のカルボナーラをいただこうとした。しかし、私は手をつける前に異変に気がついた。私のカルボナーラからは少し変な匂いがして、溶けているチーズに白い塊がついていたのだ。生クリームがかかっていたからよく見ないとわからなかったが、明らかにおかしかった。しかし二人は何のためらいもなく食べ始めていて、美味しそうに食べている。だけど私は変な胸騒ぎがしてしまい、とっさにフォークを床に落とした。ごめん、フォークを落としちゃって。新しいものを持ってきてくれないかしら。はい、わかりました。長男嫁はそう言うと、しぶしぶ席を立ってキッチンへ向かった。その隙に私は夫と長男にバレないように自分のお皿と長男嫁のお皿をすり替えた。幸い長男嫁は一口も手をつけていなかったから、誰にもバレずにすり替えを行うことができ、私は帰ってきた長男嫁に勧められるがまま交換済みのカルボナーラを食べた。そのカルボナーラは先ほどのお皿とは違い、変な匂いはしなかったし、味も普通に美味しかった。まあ強いて言うなら麺が茹ですぎだったり塩加減が足りなかったりしたが、別に食べられないわけじゃない。うん、美味しいわよ。え、冷めちゃうからあなたも食べてね。私の反応に驚く長男嫁の顔を見た瞬間、何か小細工があるのはすぐに分かった。しかし私の言葉を聞いて長男嫁もしぶしぶ自分のカルボナーラを巻き上げ、口の中で頬張った。すると次の瞬間、長男嫁は吐き込んでおえつを始めたのだ。おえ、口に入れたパスタはそのまま飲み込んでしまったらしく、何とかして吐き出そうとしている長男嫁の姿を見て私は恐怖を感じた。すると長男嫁はパニックになったのか、過呼吸になり始めて意識を失ってしまった。白目を向いており、私たちは全員パニックになったが、
すぐに救急車を呼んで緊急搬送された。もし私が食べていたら。そう思うとパニックだった感情が次第に表現しきれないほどの恐怖へと変わっていった。全身に鳥肌が立ち、背筋が凍るような思いだったが、私は長男と夫に連れられる形で病院へ向かうと、長男嫁は救急車の中で意識を取り戻していたらしく、病院で点滴につながれた状態で寝ていた。あなた、急に倒れたけど、大丈夫？大丈夫ですけど。あのカルボナーラ、何か変なものでも入っていたの？私たちは何ともなかったけど、あなただけ。私がそう言うと、長男嫁は急に目を泳がせ始めた。私の言っていることが図星なのだろう。まあ、何か異物を混入させていたことは明らかだったが、長男嫁は何も話そうとしなかった。すると、病院の先生が病室へ入ってきて、長男嫁の状態を話し始めた。検査の結果が出ました。まあ、命に別状があるわけではないので安心してください。カルボナーラを食べたとのことですが、生クリームか牛乳が腐っていた。追加でチーズにカビが生えていたなどで、食中毒とカビ毒を摂取したことによる症状だと思われます。カビ毒？はい、心当たりはありますか？いや。先生の言葉に再度目を泳がせていた長男嫁の姿を見て、私は彼女に抱いていた恐怖が怒りへと変わっていった。さっきまでは全身に鳥肌が立ち、冷や汗をかいていたのに対し、今は全身に血管が浮き出てしまうほど怒りを抑えるのに必死だった。私の席にあったお皿からしか今回の反応が出なかったこと。そして私に誘導される形であれを食べさせようとしていたことを考えれば、長男嫁が私を狙っていたのは明らかだった。私はその場で追及することはせず、とりあえず夫と長男を連れて帰宅。そして、すべての事情を説明し、家の中を調べてみることにした。すると、長男嫁の働いた悪事を証明する証拠が次から次へと発見され、私だけじゃなく、長男や夫までもブチ切れてしまった。そこで私たちはとある人に連絡をした。そして、次の日の長男嫁の退院を待った。ただいま。あれ。お帰りなさい。とりあえず席に座って。退院祝いの差し入れ。食べる？私はそう言って、賞味期限が過ぎたお寿司を出した。まず私と夫が家にいたことに驚いたのだろうが、すぐに長男嫁はお寿司の賞味期限が切れていることを見て、私のことを睨みつけてきた。何？あなたがやったことと同じことをしただけなのに、なんで睨まれないといけないわけ？ああ、私は何もやってませんよ。たまたま私が食中毒に当たっただけで。とぼけないでよ。あなたが私を狙って、カビの生えたチーズや腐った牛乳と生クリームを使っていたのは、わかっているのよ。え？私がそう言うと、長男嫁はびっくりした顔でこちらを見てきた。この後に及んで、自分のやったことは何一つバレていないと思っていたのだろうか。もしそうなら、楽観的にも程がある。しかし私は話を再開する前に、寝室につながる扉を開けて、とある人たちを呼んだ。え、お母さんとお父さん、ちょっと待てよ。どうしてうちに？この度は、娘が大変なご迷惑をおかけしてしまい、申し訳ございませんでした。私からも謝罪いたします。本当にすみません。二人が私たちに謝罪する様子を見て、長男嫁は目を丸くして驚いていた。想定外のことが次々に起きて、頭の処理が追いついていないのだろう。長男嫁は何が起こっているのか理解できていない様子で、再度私のことを見てきた。これ、一体どういうことなの？あなたが、カルボナーラを作ってくれたあの日、私のお皿から変な匂いがしたのよ。それに完全にチーズが溶けていなかったから、
チーズについていた白い異物も見つけて。だから、あなたが台所にフォークを取りに行っている時に、すり替えたの。やっぱり、私のミスじゃなかった。ということは、やばいと知っていて私に食べさせたわけ。ふざけないでよ。私が順を追って説明しようと、昨日の話をした瞬間、長男嫁は顔を真っ赤にして怒り始めた。自分の用意したやばいものを食べさせられて、逆ギレかよ。と、呆れてしまったが、いちいち彼女の言葉に反応していたら、すべての説明をするのに、途方もない時間がかかってしまう。とりあえず私は、彼女の言っていることをすべて無視し、話を続けた。まあ、その時は、何が入っているのかわからなかったけど、なんだか嫌な予感がしたからね。そうしたら次の瞬間、あなたはおえつしながら倒れ込んだでしょう。病院に運ばれた後、家の中を調べてみたら、1ヶ月前の牛乳と、最近買った新しい牛乳、同じように古い生クリームと新しい生クリーム、カビの生えたチーズと新しいチーズがちゃんと見つかってね。決定的な証拠が揃ったから、あなたのご両親にも連絡したわけ。私が一通り説明し終わると、彼女は口を開けて、あっけに取られていた。まさか、自分のやってきたことが、すべて見通されているなんて思ってもいなかったのだろう。ただ、私のことをそんなにバカだと思っていたのなら、見当違いも甚だし、私が専業主婦として、何十年自炊をしてきたと思っているのだろうか。いくら火を通したところで腐っているものがあれば匂いですぐわかる。そこまで馬鹿にされていたと思うと今になって怒りがこみ上げてきた。私のことをはめようと思っていたみたいだけど、そんなに馬鹿じゃないから。それと未遂に終わったけど、今回のことは警察に被害届を出させてもらうよ。被害届け？当たり前でしょ？もし私が食べていたら、今頃どうなっていたか。それと、お前には離婚してもらう。お前の本性が知れてよかったよ。今回お前の両親に来てもらったのはそのため、お前がわがままを言わないためにな。警察への被害届け、そして離婚という言葉を聞いた長男嫁は、一気に顔を青ざめて、過呼吸になっていた。親として、お前には最後まで責任を取らせるから。すべてが終わったら、俺たちもお前と縁を切らせてもらう。まさか、お前がこんなに最低な人間だとは思っていなかったが、本性を知れてよかったよ。ちょっと待てよ。お父さんまで、私はただ、日頃の鬱憤を晴らしたかっただけで、そこまで悪気はなかったっていうか。そんな言い訳が通じるわけないだろ。ふざけるのもいい加減にしろ。お前にはここにいる皆さんが望む責任を取ってもらう。だから、覚悟しとけ。長男嫁は、自分の父親にそう一括されて、もう、誰も味方がいないんだと自覚したようだった。そのままうなだれるように、床にしゃがみ込み、とうとう、泣き出してしまった。そのまま彼女は泣き続けていたが、どんな姿を見せられても、私たちの気持ちは全く動かなかった。逆に謝罪もなしに自分の許しだけを懇願する彼女の姿に怒りは倍増していくだけだった。このままいれば彼女に手を出してしまいそうだったので、あとは長男と彼女のご両親に任せて、私は夫と一緒に家を出た。そのまま家に戻り、その次の日は証拠とともに警察に被害届を出した。長男もすぐに離婚が成立し、実家に戻ってきた。あいつの件だけど、警察との話はどうなってるの？被害届を取り下げて、示談にしたらどうかって言われてるけど、まあ、金額によるかなってところ。別に私たちはお金が欲しいわけじゃないし、このまま被害届を取り下げないのか、多額のお金をもらうのか。どっちが彼女にとってより苦痛を感じるのか、それ次第だと思ってるわ。そうだよね。まあ徹底的にやらないと、あいつもわからないだろうから。
それから私たちは話し合いを進めた結果、示談金をもらい、被害届を取り下げる形になった。しかし、示談金は相場よりも高く設定したので、彼女は借金をして私たちに支払いをし、今ではその返済に苦しんでいるそう。もちろん、ご両親からも縁を切られて、友人からも絶縁されている状態。孤独とお金に苦しみながら、毎日辛い思いをしているらしい。ちなみに私は、現在も夫と二人で暮らしながら、毎日自炊をして楽しんでいる。自分ができないことをしっかりと認め、素直に生きていく。これが、人生において、一番大切なことなのかもしれない。